11月中旬とっても暑いです。今日の気温はなんと今22度あります。もう今ロンティー着てますけど汗だくだくなんで半袖で十分でした。でも選手とかは15度にも届かないような日とかあってもう冬来たって感じだったんですけど、まだ暖かくなる日がこんなに暖かくなる日があるとは思いませんでした。いやいや嬉しいです。それでこの間からすごく波もありまして、東向き の波がここ何日か入っておりまして、ただ風がもうすごくて波がぐしゃんぐしゃんでできる状態ではなかったです。ほんで今日も東がやっぱり波が残ってまして、どれぐらい肩とかぐらいだったんですかね、もしかしたらセット頭ぐらい入りそうな雰囲気の感じでした。今チェックしてて、ただやっぱりもう風がビュンビュンでもうかなりダンパーだったんで、どこ見ても今日は端から端までちゃんとチェックしたんですけど、端から端までもうダンパー気味だったので諦めまして、風を避けてるかなっていうのを期待して南へ行ってみたいと思います。今干潮、南のビーチ波出てきてるのではないかと思っております。腰ぐらいで割れてたら嬉しいかと思ってるんですけど、どうなるでしょうか。今日はもうお外見てたら本当にラッシュガードで入れそうなぐらいの雰囲気です。ラッシュがパンパンでいけるやろって感じなんですけど、まあ、水温が23度、23度台ですかね今ぐらいなんで、やっぱり2ミリのジャージに入りたいと思います。それでは本日もいいお天気の中、いい波でありますように行ってまいります。よろしくお願いいたします。Sleeping outside, you're still a good time, even in the cold. Get out the road, I told you, a car's coming, I stopped you. You know I always got you, you know I always got you. I wish you to the sky, even if it means I die. I wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it, time. Push it to the sky, even if it means that I die. I wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. Time I'm getting up, yeah. Wheels in your
ました。サーフィン楽しかったです。あの波やっぱり東よりはだいぶサイズはなかったんですが、形がめちゃくちゃ綺麗で、海の中で一緒に波待ちされてた方もおっしゃってたんですけど、今日はもうめちゃくちゃ良かったって、昨日までは今日のポイント全然あかんかってんでっておっしゃってたんで、今日はめっちゃラッキーでした楽しかったです。結構本数も乗れたと思うんですけど、ただすごいショアブレイクだったんで、ちょっと乗ったらすぐにビーチに到着しますよね、やったら乗り上げれますみたいな感じだったんですけど、最後まで走っていって楽しかったです。とてもいい練習になりました。やっぱり徐々に練習して、で来年ちょっとまたシーズンになったら大きな波もチャレンジできるように今から積み重ねていきたいと思いますずっとこの暖かさが続けばいいんですけど、ということで、本日はサーフィン終了させていただきます。揺れてないでしょうかいや失礼いたします。本日もご視聴ありがとうございました。失礼いたします。